皆さんこんにちは、スルベーです、ね、エコロジー様に敗北して20回ぐらいも経ちます。20回ぐらいの回数重なってますけれどね、まあ、過去に私がね、挑んだデッキのキャラクターを用意してきました。並びもその当時のままです。では早速ですけれど始めていきたいと思います。なんか序盤でね、やたらと落とされるんですよね。どういうわけ、なんか集中狙いしてるのかわからないですけどね。これダメ、なんか盤面が悪い。そもそも青を消したいのに青を消せるような内容じゃないしな。チャンスピオンの色もあまりいまいち、ね、もう最初の時点で大体決まってくるんですよね、その時の盤面で。少ないに越したことないですもんね、さっきのとえらい違いでしょ。このぐらいで済むんだったらこれぐらいです済んでほしいんですね。回復してくれ、危ないんだろ。よし、稼働自体生き残ったけど、だからまだ危険が伴うことには変わりがないか。それか、あ、ここはちょっと守りに入るか。とりあえず事態を少しはいい方に持っていかないとね。耐えてた、この ドアを持ってるからね、巡りあり。だから謎率が増えて、まあ今はあまり関係なかった。クエストさん、消えた。よし、よし、いいね。今回はいい気があった。よし、
これは結構攻めてたんだろうかな。うん、消え方良かったんだな。よし、いいぞ。できればここで2人、封印組はすぐ使えるようにしておきたいからね。できれば多分それで倒したな。あ、倒せなかった。この子のスキルを、これたくさんでいいか。アイアンスとかも乗ってたら倒せるはずなんですよ。よし、封印組も残った。怖いね、これが。混乱のターンはね、行動できないから少しでも寄せておくか。条件をちょっと作っとく。こういうようになった。乙姫セリーさんのスキルでね、一旦ごとに1個チャンスプレーを作ってくれるから、それもあってどうにか。で、よりによってその子か。まあ、使うだけ使っとこう。全体数ぐらいにしとこう。あ、最悪。
なんでこう、あえて端子を伸ばそうというようなことしてくるのかな。ウルニムってなんで吸収その子、吸収じゃないけど、反射その子に使うんだろう。反射じゃない。なんだ。クイーンか。ウルニムってその子だもんな。また守り固めるしかないよね、そうなると、ね、やられたら守り固める。結構タンスも過ぎてしまったからな、なんとかしないと。よしよし、終わった。ここで仲良くしてね。いや、青は消さないといけないな。でまあ一応童話のスキルも発動しているからね。少しつけて、みんな仲良くしてね。
それこっからが難しいんです。まあ、次のフロアに移動するまでの間にね、いくらか調整しないといけない。ダメージ調整。このスキルも使っとこう。調整が難しい。まあ、チャンス量もいくつか残ってるからな。どうかな、これ倒しちゃったらあれだけど。次のターンで20個消さないといけないらしいんですよ。まあ、そのためにもネクヘンの効果とかね、こういうチャンスピオの効果とかできるだけ残しておく。わかる問題だけど、あえて。そこでこれが来たか。20個。で、しかも上下片ぴよという鬼仕様で。
ちょっと待ってくださいね。すみません。さて、では続きからいきましょう。あ、ここまでになって。よし。こっち。ラウンドオブラブ。みんな仲良くしてね。まあ一回タフネスかかります。保険の保険です。さて青を消さないかのね。まあそのお邪魔も消さないか。まあ、まだあれだな。今何ターン目だっけ。まあ今5ターン目ですね。5ターン目か。あと18か。すごく消せましたね。問題はここのターンと次のターン。あえて使ってた方がいい。落とされるもん。で、その次のターンでクルストさんと、ね、ルリーシャさんの睡眠を使う。まあ、まだダメージじゃない。ダメージに至るような攻撃はしない。よしよし。わかった。やっぱり攻撃してきた。よし、これで封印だ。ここのターンから動かさないように頑張る。やっと地盤が整ったもんね。長かった。
のろし、反撃ののろしを上げていきたいですね。さて、あと1ターンで3と8か。ちょっとタイミングずらしたからね。さて、だって攻撃の要その子とめぐりありさんだから。はできたりする。2、3、4、5、6、愛し合いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、4、10、愛が埋める。少しでもいい、ターンを動かさないこと。相手にターンを回さない。紫はそこは巻き込みたいね。よしよし、よしよし、少しずつ、ね、そんな一気にね大きなダメージっていうのは最初からやってない。最初からそんなのは狙ってない。よし、いいよ。であと1ターンあるから、ここはもったいないし、どの子だったっけ。あ、バリアとかなくなってるから使っとく。どうしてしたかな。青が切れない。これは鉄パイ。次のターンに封印解けるから封印して、順番間違わない。クリストさんが先。ここまで来たらもうねやるしかないんですよ、ね、ここまでせっかく持ってきたんですから。なかなかこういう機会に恵まれることもない、ね、限られるからね。多分クリストさんはね、野菜強化してれば生き残ってたかもしれないね。場合によるけど。だって4万クラスのキャラクターは瀕死であってどうにか生き残ってた。クリストさんは野菜強化してないから。今回は生き残ることできなかったけどね。一応バフが一旦残ってるから、巡りありさん。いや本当に手に汗握る。ここまで来たらね、もうやられた時はね、落とされた時はどうなるかと思いましたけどね、まあ、まだ分からんですよ。次は封印。
さすがに謎でなかった。仮に今の謎でたとしても5個揃って4つ揃ってなかったね。もうちょい。よし、倒した。おー、大逆転、大逆転勝利。いや、落とされた時はヒヤッとしたけどね。多分クルストさんを鍛えてたらっていうのはある。で、残念ながらカードは出てこなかったね。クリアした後だからね、カードの方が欲しかったんだけど、今のところカード1枚も出てきてないね。各キャラクターで遊んだけど、ね、まだ黄色紫は別としても赤青緑は遊びます。で、その上でカード0ですね、特盛りの星のついたキャラクターをね、控えずに置いてるのに。初回クリアだったらね、無条件で1枚もらえるんですけどね。ということでね、エコロじいさんも、エコロのおじいさん、ね、倒すことができました。ね、結構時間かかっちゃったけど。でも、毒とか、ね、毒とか麻痺チャージの時に比べれば10分ぐらい短く済んでるんですよね。火力でどうにか押したところもあったから。さて、それでは動画を閉じたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。